全部収まってスタートしました。さあ先行争いです。何が行くか、外から内にコースを取りながら14番ルソルティールが前の位置、メロパールも外から上がっていきます。内から前に接近8番のシルキーバローズ、そして最内からはクリスタルダムール夢をかけると好意固まって、この圏内には10番のゴートゥファースト馬群の中、さらには4番のワンダーミズキも加わって、さあこれから1コーナーをカーブしていきます。まずは8番のシルキーバローズ、今日が初戦です。主張しましたリードを1馬身、2番手の位置14番のルソルティールがつけています。3番手16番のメロパール、4番手内1番のクリスタルダムールです。そして外から接近ゴートファースト、そして間をついた2番の夢をかける、この外に4番のワンダーミズキがいます。さらに幾分外目13番大気ウルトラ、内から並びかける7番の名将大峰、その後方からは5番のバトルハーデンが続いています。最内から接近9番のルージュワトル、その外にいるのが11番のジアッシズ、その直後15番のアジュールブルーです。さあ後方にいたシーガーディアンがポジションを上げていきました。そして6番のトレレシーメ、あとはゼッケン12番をつけました星の砂がその後に続いております。さあ馬群ぎゅっと詰まって3コーナーカーブです。さあ一気に外から3番のシーガーディアンが前の8番のシルキーバローズに並びかけていきました。2馬身後方ですが14番のルーソルティールがつけています。 3,4 コーナーの中間です。そして4番手1番のクリスタルダムールが追走、そして外馬体を制していった、さあ10番のゴートファースト、さあ先段行為固まっています。そしてこの圏内に勤めトレチーメも加わっています。第4コーナーカーブ、まもなく直線に向かいます。馬群がぎゅっと固まった中、さあ最後直線の攻防ですが、再び8番のシルキーバローズ前の位置、シルキーバローズが少し前の方に出ていきました。そして大外をつきました6番のトレチーメ、大外をついたトレチーメが追い込んでくる間をついてスルスルと、さあ14番のルソルティール、ルソルティール、しかし先頭は粘る粘るシルキーバローズ、突き放している。4馬身5馬身のリード、2番手の位置ルソルティール頑張れるか。さあゴートゥファースト、先頭はシルキーバローズ、ゴーリン、シルキーバローズ勝ちました。2番手争いですがルソルティール、ゴートゥファースト、2番手3番手、これは接戦。